小千谷市の東山小学校で飼育されていた闘牛の牛太郎。地元の伝統行事、牛の角突き継承のため9年間にわたって飼育されてきましたが、高齢となったことを理由に今日卒業の日を迎えました。子どもたちは一人一人牛太郎に感謝の言葉を送ります。牛太郎、今まで僕たちと一緒にいてくれてありがとう。夢のテコに向かって頑張るよ。いなくなるのは寂しいけれどは、牛太郎も頑張っていると思うから自分も頑張りたい。日頃の触れ合いや牛の角突きでの活躍などたくさんの思い出を残してくれた牛太郎。最後は闘牛らしくこの言葉でお別れです。よっしゃ。牛太郎は卒業後ふるさとの岩手県に戻るということです。